はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第22弾をお送りします。で、今回はね、この問題やっていきますので、まずここで一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今回ね、この動画が2番までの解説をやっていきます。で、3番だけ解説を聞きたい方は、ぜひ概要欄の方にリンクね、貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。では、早速ね、まず1番の解説からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きますか。じゃあ画面下げますので、お待ちください。行くよ。よ。ちょっと行き過ぎかな。よし、じゃあ行きましょう。では、まず1番、照明からなんですけど、その前に今、情報で書き込んでいきます。で、今回、その左上に載ってた情報で、各 BAD が90度より大きいですよって。で、BAD どこかっていうと、この左上のね、平行四辺形の左上のところが90度より大きいとか、AB が AD より長いみたいな。表記されてるんですよ。で、そういう平行四辺形ですよって書いてあるんですけど、無視しちゃってもいいです。基本的には。特に図形が苦手な方っていうのは、情報がいっぱい、図形の問題って情報がいっぱい書かれたりするんですよ。どこどこ辺、どこどこを延長して、交点を H としてどうのこうのみたいな。で、まず3番のね、次回の解説でも少し話を触れるんですが、あまり情報がありすぎると、パニックになるというか、もう難しそうみたいな。先入観が入っちゃうんですよね。で、難しそうって思っちゃうと解けにくいんですよ、やっぱり。簡単な問題でも。だから、あまり気にしない。で、今回に関しても、ここが90度大きいって何言ってるかっていうと、こういう平行四辺形じゃないよっていう。これ、左上が90度よりちっちゃい鋭角になってるから、そうじゃなくてこっちの形だよって。で、辺に関しても、AB の方が長いっていうのは縦長っていうことだから、こういう横長の平行四辺形ではないですよっていうことを言ってるだけです。もちろん問題が成り立つためには大事なことなんですけど、解く上ではそんなに必要な情報ではないので、あまり気にしない。あ、ふーん、そういう、この、まあ、図に書いてあるからいいよね、こういうことでしょぐらいのテンションで大丈夫です。で、その後ろに書いてある、各 BAE イコール各 CDA、各が同じとか、辺の長さが同じっていうのは絶対書き込みます。で、BAE はどこかっていうと、ここです。ここの赤のところ。ここと CDA。だからここですね。ちょっと丸にしときましょうか。これが同じ。という情報だけで ABE と DCA の合同を証明しに行きます。で、今度は3番のね、解説がこの動画入らないので、ちょっと囲っちゃいましょうか。ABE。この赤の三角形と CDA なんで、ここですね。これを合同行きたいと。で、じゃあ対応するの行きましょうか。ABE の順番で DCA だから、ABE でね。DCA だから、ABE。ABE と DCA。そうね。この対応になってますと。じゃあ、まずね、照明をいきなり書き出すってよりも、アイテム3つ揃えてからスタートしましょう。で、今ね、家庭で与えてくれてるこの角、ちょうどね、もろに使えますんで、まず角度1個使いましょう。アイテムゲットと。で、わざわざ外が平行四辺形になってると、今回。ってことは平行四辺形の条件使えると。で、平行四辺形に関しては、対角。ここね、反対側にここの角度とこの角度が同じ。こっちもそうですけど。角度が同じだったり、対辺。こことここと同じ。こことここが同じってのは使える。まあ、どれか使っていこうと。で、角度がちょっと今回使えそうにないので、辺でいきたいと。で、辺がちょうど、左側のこの赤。AB と、ここ、CD。まあ、DC か。こっちね。が、ちょうど赤と青になっているので、あ、これ、平行四辺形の対辺だから使えるなと。で、2個目のアイテムゲットですね。引いときましょう。ここと、ここはゲットしましたと。じゃあ、三つ目。で、今、二つ揃ってる。で、基本的に証明問題っていうのは、だいたい二つはゲットしやすいんです。最後の一個が難しくできてる。受験の問題っていうのはね。で、今、こことここが揃ったんで、合同条件としては、こっち、ちょっと赤の三角形でいくよ。ここの辺の長さが同じってことが言えれば、二組の辺とその間の角が使える。もしくは、ここの角度が言えれば、一組の辺とその両端の角が使えるから、ターゲットとしては、この角度かこの辺を使いたいなと考えるんです。
で、自分はちょっとや、解いた時に角度から行ったんですよ。いけんじゃねえかなと思ったの。こことここだから。いけなかったんだ。いけるかもしんないんだけど、いけなかったんで、じゃあ辺に切り替えたのね。で、辺はどこかっていうと、ちょっと同じマーク使っちゃうけどね。ここ、AE と AE だから、ここなわけよ。同じって言いたいところは。で、辺はね、今ちょうど、ここが一個の三角形の中に入ってる。言いたいその同じってやつが。一つの三角形の中の、ここが同じって言いたいってことは何使うかっていうと、こいつが二等辺三角形ですよって言えてしまえば、ここも当然同じなわけ。二等辺三角形だから。じゃあ、二等辺三角形ですよって言うためには何をしたいかっていうと、ここの角度が同じって言えればいいの。いい？だってここ同じだったら二等辺だからね。ってことは今、この部分、バツの部分に当てるのはどこかっていうと、片方はこれです。さっきの丸。で、もう一個はここです。ここ。だから、ここが、ちょっと点線にしとくけどね。同じ丸ってことが言えれば、あいつ二等辺三角形じゃん。あ、じゃあ、この、AD だね。AE と DA か。が同じって使えるから、三つ目のアイテムゲットで、二組の辺とその、その間の角でいけるじゃんって思ったわけよ。じゃあ、このね、ここの角度同じって言えないかなって思った時に、こことここで最初さ、この二つ同じですよね。ってことは、この三つをうまく使えないかなって考えた時に、この左上のこの丸と今の点々の丸、これ同じなんですよ。なんでかっていうと、平行線なの。平行四辺形だから。平行線のここ錯覚なんだ。横になってるけど、Z になってるかね。ここ、Z に。いい？だから錯覚で同じ。つまり、ここが同じで、錯覚だからここが同じなの。こいつが間に入ったから、こことここ同じになりますよね。つまり、あ、これでいけるじゃんと思って、あとは書いていきます。丁寧にね。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと前置き長くなりましたけど。行きます。まずは宣言しましょう。三角形 ABE と三角形 DCA に置いて、で、ここは絶対ゴールマーク使っちゃダメですよ。ここで使うとバツ食らうからね。で、まず書きやすいところから行きましょうか。縦より、この、長さ行きましょう。AB と DC か。対応するとこね、ちょっと考えなきゃいけないから。AB イコール DC。これもアイテムなんでね、書いておきましょう。あー、なぜ2番に書いておきましょう。で、まとめて書いておきたいけどね、一応まあ、平行四辺形だからっていう条件使ってるので、まあ、縦よりでも問題ないと思うんですよ。平行四辺形って言ってるからね。まあ、ただ、変に、なんか原点からっても嫌なんで一応書きます。平行四辺形より、AB、ん？ちょっと待って。ちょ。もうね、頭の中が整理できてないね。縦より、ここじゃないね。縦より角度だね。BAE だわ。失礼しました。角、BAE イコール、角 CDA か。角 CDA。失礼しました。で、平行四辺形より今のところはね、AB と、AB イコール、C、そう、DC だわ。はい、で、これで二つ、アイテムゲットとなりました。じゃ、さっきの三つ目ですね。で、ここの辺、まあ、錯覚だもんな。いっか。だから、普通に錯覚よりでいこう。錯覚より、ここですね。角 BAE イコール、ここと、ここですね。が同じ。角、DEA にしようか。角、DEA。今、点々の丸のとこですね。で、ここが同じになりましたと。で、今、1番で先に角度のこと書いておいたので、この1番と、この3番。BAE が間に入ったことによって、こことここが同じになります。だから、まあ、これ書き方は絶対こうじゃなきゃダメってわけじゃないんですけど、3番、4番より、角 CDA、こいつと、角こいつ DEA が同じになりましたと。ここね、こことここが同じになったの今。いいかな？で、その2つが同じって言えたから、よって、三角形 AE、ADE にしようか。
ADE は、二等辺三角形であると。ここがね、三角形が二等辺三角形ですよって言えたから、よってが続くのも気持ち悪いけどね。よって、AD と AE が一緒。まあ、こっちの赤の三角形左に書いてるから AE 先に書こうか。AE イコール DA か。AE イコール DA と。で、番号的には4番。なって、これで3つ目のアイテムゲットしましたと。で、最後合同条件書いていくんですが、使うアイテムは1番、2番、4番です。1番がこの角度、こことここね、が同じ。で、2番が外の AB と、DC が一緒。で、3番で AE と DA が一緒になったんで、これで2組の辺が使えるから、1、2、4より、2組の辺と、その間の角が、それぞれ、ちょっとごめん、よいしょ。等しいので、合同条件書いたから最初、宣言した三角形2つ、三角形 ABE、合同、ここで初めて合同ね。合同三角形 DCA と書いて、証明、終了となります。下ギリか、大丈夫ね。まあ、別のアプローチあると思うんですけど、ひとまずま、一例として、まあね、捉えておいてください。この、まあ、三つ目のアイテムで使った角度が間に入るやつ、こことここが同じって言いたいので、こいつが間に入ったわけ。こことここが一緒。こことここが一緒。だから一緒ですよ、みたいな。この角度が一個間にね、入るやつはすごく使うので、ぜひね、覚えておいてください。ではもう一個2番ですね。各 BAC が40度。ちょっとごちゃごちゃしましたけど、BAC。どちらですか？ここが。ここですね。ここが40度。DAE。DAE。ここが。ここですね。が50度。の時に、各 CBE。CBE だから、ここか。ちょっと X にしますね。ここと、各 AEB。こっちだ。Y。ここの角度をそれぞれ求めなさいと。まあ、角度の問題は分かる角度どんどん埋めていくのが一番いいと思います。慣れてる方とか得意な方はですね、筋道が見えるんですよ。見た瞬間に、ああ、この角度出してここ出せばいけんじゃねみたいな。分かるんですけど、その道筋が出てこない場合は、それ気づくまでも、とにかく書く。いい。分かる角度を書いていく。で、まあ、どこ、まあ、合同わざわざ言ってるから、その合同対応するところは使えるんですけど、今出てないのか、これ。いけなそうだね。じゃあ、さっき二等辺三角形言えたので、ここ50度ですよね。二等辺三角形っていうのは今、ちょっと細長くなっちゃったけど、ここ50度ってなってたら、ここの角度同じなので、180から50を引きます。三角形だから。残り130ですよね。それを2で割る。同じだから。割ると、これそれぞれ65になると。つまり、こことここが両方65度は分かりましたと。で、これによって、今、ここ、もともとね、合同って言ってるから、ここと丸が一緒だったじゃん。つまり、ここ65度。赤のところ、丸のところね。65度だから、その隙間の、ここが、一応25になります。赤の丸が65で、左側に40度使ってるから25度ってことが分かりましたと。で、どう攻めようかな。こっから、でも、これ、ちょっとなんか俺、遠回りしてる気がするけど、まぁ、ちょっと行きますね。青の三角形、見てください。青の三角形、ここ65です。左上が、ここの角度が50と25出して75なんですよね。なので、青の三角形でこっち行こうか。65と、75足すと140です。140なので、ここの三角形の、残りの角度が180から140引いた40度になりました。で、ここが出たんで、ここの角度同じですよね。さっき合同したの対応するから、こことここが。だからここ40度なんですよ。いや、もう絶対遠回りしてるけど、これ許して。で、今、平行四辺形がありますと。平行四辺形、対角が同じ。反対側のね。だからここ65だったら、
ここも全体65なの。だから、X は65から40引いてあげて、25度で終了と。これで OK ですね。ちょっと遠回りした気がする。まあいいか。で、Y もこれ出してもいけますね、このまま。Y は、赤の三角形の赤が、ここ65って分かってて、ここ40って分かってるから105度なんですよね。105度。三角形の中身180だから、180から105を引いてあげて、75度と。これで終了となります。あー、これ Y と X って書いたら、あれか、早送りしたことは分かんないよね。ちょっと待って。こっちが角 AEB だね。で、上が角 CBE。角 CBE と。わーといった感じです。ちょっと、まあいいね。はい。なんか解きながらね、あれって思ったけど、答えは合ってさっきと同じで合ってるんで、大丈夫かと思うんですが、まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。ではまずね、今回2番までの解説となりました。3番の方も引き続きね、解説見ていただける方はぜひ概要欄か、この動画の最後のリンクからぜひ飛んでみてください。ひとまず今回ね、2番までここまで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。